一体こんなバカ受けた話がどこにあるんだって僕は思いますけどね。文化的レベルのその最低ラインみたいなものがぐーっと下がってきたんですよね。門川春樹さんどうしてああいう人になったのかってことをやろうと。犬神家の一族に惹かれたのは見捨てて教祖じゃないんですよ。門川家と同じだからやりたい。なぜ君は総理大臣になれないのかっていう映画そのものは描いている絶望っていうのは、総理大臣になれるはずがないというか議員にすら向いていないっていうことを描いているからでだけれども、はい、この小川議員っていうのは本当はこう日本改革原案って、まあ、いわば日本改造計画みたいなもんですというか、はい、天下国家を語りうる政策論を世に問うている、いわば外交問題なんかにも本当は精通している、はい、一番政治家として国会議員に向いている人がなぜここまでドブ板をやらなきゃいけないのかっていう世界なじゃないですか、はい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 、本来は地元に張り付く必要もないし、党の中で順調に勝っていけば、党の、まあ、要職についてるだけの、年数は経てるわけですよ、はい、けれども、はい、まあ、玉木さんっていう、ね、先輩が議員か、あれはもう本当に高校もそうだし、はい、官僚でも先輩で、全く東大でも先輩でっていう人だけど、はい、あの人なんかはずっと勝ち続けて、はい、選挙区で勝ち続けるから、はい、党の要職につけるけど、小川淳也はずっと平井さんがいるためにそこにつけなかったっていう話であって、はいはい、ではあるが、この映画を通して彼は統計王子って名前をなすように本当に鋭く国会でも質問をし、はい、追い込み、麻生に口を歪めさせるほど、はい、追い込めるほどの人じゃないですか、はい、だからそこに僕はものすごく期待するんですよ、はい、いや、その町山さんが見て、いやそれは無理なんですよじゃなくて、いや、はい、香川一区が全国区になるっていうのを信じる方に信じたいんですよね、うん、だから中央 の、 その、ま、国政において活躍しても、うん、それは、まあ、自分の地元でのですね、得票につながらないということですよね、うん、単純に言っちゃうと、問題は、ええ。地元の利益を、うん、まあ、重要視しないとダメで、うん、地元の利益さえもたらしていれば、うん、それこそ総理大臣にもなれると。うん、で、その場合に、その国益を傷つけるような政治をしても構わないと、うん、いうことですね、地元の利益にさえなってれば、うんうんうん。で、そこに最大の問題があるってことですよね。うんうん、まあ、だからその香川一区で勝ちようなんてないじゃないですか。だって3代にわたる大臣家に生まれて、メディアを、はい、60% のシェアを持つ新聞社を持ってる人に勝てるわけがないじゃないですか。一回民主党の風が吹いた時だけで、うん、そうですね、だから今回勝った理由っていうのは、僕はこう映画が大きく貢献して世間 の、 日本中の目が注がれたからこそ、はい、リベラルは結集していったし、その気持ちをいわば女子高生なんかでも持てたっていうことだと思うんですよね。まあそうですよね。投票権もない子たちが、うん、あった青空集会に集まりっていうのがね、うん、まあ、それはその博士の今回の香川一区での、 その政治的勝利に対する、うん、考え方で、うん、僕はまあ、それはまあいいんですけど、うん、僕が言ってるのは映画として、うん、完全凶悪っていうのは実際にないものだから、本当はもっと平井の内面とかああいうところを見る映画にしてほしかったということですね。そうですね。僕はすごく興味あるのは、日本の政治家がその安倍晋三にしてもその、うん、麻生さんにしても麻生太郎にしてもそうですけども、うんうん、全く優秀でなく、うん、まあ、非常にその、まあ、経験とか知識とかにおいて圧倒的に世界の政治家に比べると劣っているにもかかわらず、うん、それは国政を握るということの、うんうん、その実際の本当の理由というものを僕は知りたいんですよ、うん、あ、それは僕もそう思いますね。本当にそれは知りたいんですよ、僕は。赤木ファイルの裁判において、はい、全ての賠償金を国家が支払うことにしたじゃないですか。そう、その安倍さん、安倍夫婦とその森友学園との、関係を、公文書から削除するという作業をして、うん、赤木さんがその区に自殺されたわけですけれども、うんうん、その事実関係を政府はある程度認めたから賠償したわけですよね、うん、そうです。
それなのに、ということは、はい、根源にある賠償をしたということは、私は全部あの時に嘘をついていましたっていうことを言ってるわけじゃないですか。そうですね、私はというか、まあ、要するに、まあ、政府がその隠蔽改ざんに、まあ、加担したってことを、まあ、自分で認めたわけですよね。認めてるから、ね、あの結果になってるわけで、これ以上、はい、要は証人喚問しないでくださいっていうことじゃないですか。はい、そうですよね。まあ、認諾したっていう言い方だったけれど、はい、一体 こんなバカをげた話がどこにあるんだって僕は思いますけどね。いや、もう世界的にそうなりつつありますよね。プーチンなんかそうですけどね、その中国もそうですよね、だから中国とかロシアとか、そのまあ中国が共産主義だとか、全然共産主義も何でもないわけで、すべてこれが一言で権威主義っていうことで、まとめられると思うんですけど、ロシアも中国も、まあ、独裁的っていうか、一人権力が集中して、その人は何をやっても罪に問われないっていうことになっていくと、問われないというか、国民がそういう人たちに投票していくと、国民がそういった権力の暴走を認めていくという、で今までその独裁主義というものは国民のその意思に反した政治をするものは独裁と言われてたんですけど、そうじゃなくて、まあ、ヒトラーの時もまあ似たようなもんですけれども、要するに国民が自分の意思でそういった権威、権力のまあ独裁を求めているという状況になってて、それが日本だけじゃなくて、それフィリピンもそうでしたけども、世界的な傾向になってるんですね、ベラルーシとかもそうですけども。それでもちろんトランプ支持する人たちもそうですよ。これは世界的傾向なんですよ。これはすごく、それこそ民主主義的に言うと、エリー・フロムの言ったような自由からの闘争という、自分の意思でその政治を選んでいくということの重荷みたいなものに耐えられなくなってきている国民が世界中で増えてるんだろうなという気がしますけどね。はい。いや、もうそこに関して言うと、本当に一人一人の声が一切 そこの裁判結果に対して抗議する人が少なすぎると。少なすぎるんですよ。少なすぎます。だ、もう一つ大きいのは、日本におけるその、まあ、これはゴチエさんとかが言ってたことですけども、知的大衆というものの、その、まあ、そこが抜けていっていると、いうことは、バカにつける薬とかね、まあ、はい、バカ論の中で、知的大衆というものは一体何かというと、昭和30年代、40年代に、多くの高卒、ないし中卒の、労働者たちがものすごく新聞を読んで、政治問題、時事問題に関心を持ち、理解していたという状況があったんですね。で、それこそ世界という岩波の、雑誌が本当に何十万部も売れると、朝日ジャーナルが何十万部も売れるという状況があって、それを読んでる人たちがじゃあインテリなのかというと、そうではなくて、多くが中卒、高卒の工場とかで働いてる人や、まあ、国鉄とか交通関係で働いてる人とかですね、そういった労働者がそういうものを読んでる時代があったんですよ。それが知的大衆と言われる人たちで、それこそ寅さんを見るとよくわかるんですけどもね、広志がそうですよね、前田議員扮するね、彼工場で働いてますけども、世界読んでるんですね。そういった人たちがいたんで、それによって、労働組合や社会党や共産党が支えられていて、でなおかつ創価学会もそうでした。創価学会はものすごく高度な勉強させるんですよね。だから創価学会の雑誌とかも非常に高度な政治的な内容が含まれていたりしたんですけれども、まあ、そういう国民全体の、まあ、本当に宗教的な機関紙もそうだし、まあ、赤旗ってなんもそうだし、どこの党派やどこの宗教においても非常に教養を大切にされましたよ。教養が大事だった、そうで、世の中の動きをみんなすごく注視して、それを理解しようとしていた時代っていうのがあって、実はそれは一体どういう時代かっていうと、高度成長期で日本の経済が最も進展していた時代だったってことは非常に大きくて、国民全体の非常にその、まあ、知的レベル、労働力のレベルが最高だったんですね、その時ね。人口だけじゃなくて、ほとんどの人がかなり難しいことを理解していて、で、能力もあって、で、労働者としてのパワーもあったと、それが日本っていうのを作ったんですけど、それがもう本当に破壊されていってるのは現状だと思いますよ。やっぱりたけしさんなんかは非常にその知的大衆みたいなものの中から育った人だと僕は思ってるんですね。本当にそうですね、はい、あの人とにかく本読む、
すごいその科学であるとか政治であるとか、うん、そういったものの最先端を知ろうとするところで、うんうん、で教養としてその、うんまあ、ピアノ、クラシックピアノを弾いたりね、うんうん、でもそれはたけしさんが特殊な人かというとそうじゃなくて、うん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 、その当時ピアノめちゃくちゃ売れたんですよ、うんうん、なるほど。昭和30年代昭和40年代はピアノがめちゃくちゃ売れて、うんうん、ちょっとお金があって家を持てた人たちはみんなピアノを子供たちに教えてたという時期があって、それでオーディオがものすごいブームになって、うんうんええまあ、本当に知的文化的レベルが国民のその全体にもう隅々まで行き渡っていた時代っていうのはあるんですよ、うんうんまあ、みんなそれ信じられないと思いますけども、うんうん、それこそ工場で働いた後家に帰ってモーツァルトを聞いてたんですよ、うんうんうん、全然まあ僕なんかその日常の風景としてそういうものだと思ってるし、あともう一人その代表が蛭子能収さんですよ。蛭子能収さんはダスキンとかで働いていた、はっきり言って、うんまあ、労働者ですよね。うんうん、でも、うん、彼は今の時何してるかというと、うん、ATG の映画とか見てたの。そうです、そうです。そう、ゴダールとか見てたんです。ミケランジェロ・アントニオの映画とか見てたんです。うん、ベルイマンの映画とか見てたんです。うんうん、ベルイマンの映画に、労働者が行って、うんね、中卒、高卒の労働者が行って、うん、客席満員になっちゃう時代だったの。うんいやよくわかりますよ。まあ蛭子さんの映画表を見てても映画的な体験っていうのは全部その辺の映画全部ですか、ね、その辺なんですよ、その辺なんですよ。たけしさんもフェリーニが好きだしね、うんうん、フェリーニの影響はすごく今も強くあって、まあ、フェリーニとゴダールの影響ははっきり、まあ、本人も認めてますけれども、たけしさんも、うんうん、まあ、まあ、後付けもありますけどね、もちろんあの同時代で見たっていうよりあの後から見たかもしれない、むしろ後付けが多いですけど、うん、でも、はい、まあでもビレッジヴァンガードとかで働いてたんだったらば、うん、そういうことが、まあうん、日常的な会話の中である、まあ、そうそう、 みんながその会話をするときについていけないから、そのジャズを聴き本を読み、はい、サルトルを読みみたいな生活になっていったってことです。そうそう、サルトルの本がベストセラーになった時代ですよ。本当にそうですよ、ね、そんなこと言ったら浅田彰の本なんか昔売れたわけですからね。構造と違うなんか一生懸命みんな読んでましたもん。そうなんですよ、まあ、その中でこう日本というのは世界最大の、もうそれこそ経済大国になっていったわけですけれども、これはもう全体の底がすごく上がってたんですよ、本当に僕はそれはね重要だと思っていて、その、まあ、さっきのなぜ安倍さんとかその麻生さんみたいなものがって言ったのは、実は彼らはそういった状況の変化を象徴している存在にしか過ぎないと僕は思ってるんですよ、うんうんうん、もう変わったんですよ本当に、うんうん、もう知的レベルというか文化的レベルのその最低ラインみたいなものがぐーっと下がってきたんですよね、うんうん、いやだから自然文化であるとか詩歌であるとかそういうものを語り合うっていうような環境がない人たちが維新 の代議士にもうめちゃくちゃ多いです。候補者にもすごく多いんですよ。そういうものを大事にしないんですよ。しないんです。もともとないから。そう、うん、それはアメリカでも非常に似てて、ブッシュさんがそうでしたね。だから本を全然読まない人だったんですけど、はいはい、それトランプがそうですよね、うん、全く読まない、ええ、だから読んだ本って言って出てくるのがあのトランプの場合にはまあ、金儲けの仕方の本しかなくてね、うんうんうん、それがあのポジティブシンキングですね。妹さんが書いてましたもんね、それね。そうそうそう、彼が読んだ本ってのは一冊しかなくて、ポジティブシンキングの本しか読んでないんですね。そうそうそう、うん、だから今世の中みんなそうじゃないですか。その、うん、みんなそう、ビジネス書ばっかりじゃない、本屋行っても売れる本は、どうやって金儲けできるかとか、どうやって人をコントロールするかって、ビジネス書しか売れてないって、まさにトランプ的世界になってて、そう、もうその向こうにある理想とか夢とか、そういったもの、文化的な厚さみたいなものはどんどん日本から落っこっていってますけど、まあでも本が売れなくなってるからもっとひどくなりますよね、本屋自体がなくなっていくわけだから、どうやってそういう理想とか文化とか夢とかそういったもの、その文学的素養だったりそういったものは何どこで育つかというと、もう本当に今もう育つ要素が何もないですよ。本も読まなければレコードものアルバムも聞かないわけで、でも昔は詩が例えばサラダ記念日なんか売れた頃にバカにされたんだけど、それでも詩とか俳句がベストセラーになる時代っていうのはいい時代だったんですよ、うんうん、それすらも起こらない。まあまあなんかクッションで言いますけど、はい、そういう意味でこの最後の角川春樹って角川さんがいかに詩や俳句を愛してきたかっていう、もう角川さんの悪いところしか僕らは見てこなかったけど、
この本はそこの部分を描いていて、あ、なんてこの人は才能があったんだろうっていうのを思いますね。ただそれ才は、能に照れなかったから、こう悪い方のもうスピリチュアルな方向だけを報道されて、かつ、まあ、何年も獄中生活を送り、全く更生してないっていうことを言い切ったがために、もうブランクを長く強いられたけれど、いや、す僕ごいなと思いました、読んでないんですけど、ええ。角川春樹さんのその角川家のノンフィクションってのは、僕は昔宝島30でまさに町山さんがやりましたもんね、やったんですけど、あの人を通して、宝島13のね。そう、宝島さんって、岩上康美さんって、僕は岩上さんはあの後、もう本当ああいうノンフィクションやらなくなっちゃったんで、そこもったいないと思って、岩上さんがやっぱりすごくやろうって言ったのは、その角川春樹はこういう人でこういう事件を起こしたっていうふうにはやりたくないと。角川春樹さんどうしてああいう人になったのかってことをやろうと。で、そのために映画も全部見る。で、彼が書いた俳句もちゃんと読む。ね。で、その富山の米問屋なんですね、もともとそうね。なんです。米問屋で、そはい。の米騒動があった時に、唯一そあの米騒動の時に壊う。さはれい。なかったっていうのは、そう。施しをしてたからなんそうなんです。で、でそこに行って、ちゃんと岩上さんは地元の人を全部聞いて回ってたら、その角川家の世話になった人たちとかの話を聞いてたら、途中から、まあ大変なことがあったからということは分かって、実はその角川春樹のお母さんは、後妻が入ったために家から出されたと。そうなんです。で、角川春樹はそのお母さんについて行きたかったんだけども、それを、まあ、父親の 源義さんが、まあ、さらっていったために、お母さんと暮らせなくなったというところから、すべての角川春樹の映画も、本当俳そ句うなんですよ。も、そこから始まってるんだってことを、岩上康美さんが突き止めたんですよ。つまり、その、先ほどの平井一家の物語もそうだし、大島渚一家もそうなんですけれども、そうそいうれとをころ、やってほしいんですよね。そう、それを知りたいんですよそね、れなん町で山すさん。よ。わかります、そうわいうかとりこまろにす。生まれた人というのは、それなりの苦しみがあるはず。まあ、うちも親父がそうだったですね。ものすごい旧家の、まあ、韓国のヤンバンの家だったんで、そのプレッシャーから逃げるために日本に来た人なんですよ、うちの親父は。それはそれで、いい悪いを超えた、そういう古いうちに生まれた人たちの苦しみっていうのはあるんで、それが権力を取っていくっていうことで、それこそ天皇家であるとかまで繋がってくる非常に大きな問題だと思うんですよ。だから、もちろ僕はそこに、なんていうか、作品を作る宝みたいなものが隠されてると思ってるんですよ。で、特に、角川春樹においては、まさにそれをした人なんです。自分の本当そう苦でしす。み、トラウマ、母親と生き別れになってしまったものを、すべて作品に、作品にしてるんですよね。全部軸作品とにし映ていく画と。作品なんですよ、すべそう。て。だから、人間の証明っていうのは、主人公は山中だったですけれども、でも、あれは、彼自身のことなんですよね。お母さんっていう呼びかけがそね。う、お母さんっていうのは、お母さんと、生き離れ別離れれにさた。れてしまった角川春樹の苦しみだったの。あの城山中は、角川春樹自身なんですよね。本当にそうで、です。他の作品も大体そうなってて、犬神家の一族がそうですからね。本当なにそぜあうです。れを第一作に選ぼうとしたかっていうと、その犬神家の一族に惹かれたのは、ミステリー要素じゃないんですよ。あの旧家のドロドロとした人間関係が自分のうちのと、角川家と同じだからやりたいってやったんで、ヒットしようが、しまいが実はあんまり関係なくて、彼自身の子供としての体験を描きたかったんですよね。だから犬神家の一族っていうのは、まさに、根底には大島渚監督の儀式があるんですよ、やっぱり。で、大島新監督は実はそういう宝を秘めているのに、そこにまだ、鉱脈を見出そうとしていないっていうところで、僕はもったいないと思ってるんですよ。いや、まあ、これからですよ。平こ井れ一から。族と大島一族の関係っていうものに研究してほしかったんですね。僕、自己研究をできるかどうかっ自己ていう研の究はでまきるか、た、だから平井一族の話行った時に、儀式のシーンを入れてやればよかったんですよ。なるほどね。で、日本にはこういう休憩があるって、ちなみにこれは私の父の監督作品だからって言っちゃうっていう、でもあっただろうと思いってや、るんそれはね、大島新監督の思春期っていうのは、です。ずっと愛のコリーダーが公開されて、わいせつ監督、わいせつ監督って言われ続けたんですって。そのトラウマはすごかったって。で、裁判やったじゃないですか。
それがやっぱ10年ぐらい及んでるから、その間、だから春季の間、ずっとそのわいせつの監督の子っていうのを言われたんですって。だからそれは本当にきつかったっていうのを。がきつかったかもしれないね。ですね。まだまだ続くよ。加藤春樹っていうのは、だからそういう不安を持った人は世界中にいっぱいいるんでしょうけども、それ自体を完全にこう、作品としてエンターテインメント化していくっていああ、う、すごいですよ。すもごいと思った、角う、こ川の映画っ才能て。はすごい。彼が監督した映画も僕好きです。いや、これもうすんごい肯定的ですよ、この本も。あ、やっぱりね。やっぱいり。や、この本は本当、この本って作者って、あの作者ですよ、北陸代理戦争を書いた人、映画の奈落。で、この本で一番すごいのは、最後に出てくるのが福田和也なんですよ。なんで？福田和也ってめっちゃ角川春樹の俳句を褒めそっ続かけそった人か。なんですけ賞ど、あげたりしてなかったっけ、福田和也さそうんなんです。それで、なんでって思うんですけど、実は福田和也の高校の同級生なんです。で、慶応じゃなかった？慶応です。高慶校応時だよ代ね、慶応に、だよね、福田和也ね。高校時代に一緒に角川映画を見に行ったっていう思い出を語るんです。ああ、そうなんだ。皆さん、本日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画を見てね。バイバイ。